2030年度に撤去の期限となる県体育館と県武道館についてです佐藤隆弘市長は市内への建て替えを求め県と協議していく方針を示しました山形市にある県体育館と県武道館は市の過城公園整備計画に伴い2030年度までに撤去することになっていますこれまで山形市側は 施設を管理する県に対し、山形市内に新たな施設を整備するよう要望これに対し、県は天童市の県総合運動公園の体育館が代わりの施設として整備されているとの考えを示しています。今日の市議会一般質問で、佐藤貴博市長は、改めて市内への建て替えに向けて県と協議を進めていくと述べました。 年間12万人の利用者が、両施設を使用できない空白期間を生じさせないため、なるべく早く方向性が得られるよう取り組んでまいります施設の利用実態について、市は、市民が4割、広域的な利用が6割とする一方、県の調査では、山形市民の利用が9割としています。